ワールドサッカーコレクション S、実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、今日は何やろうとしてたかな。そうそう、ガチャをね、ガチャ券が何個かね溜まってきたんで、ガチャ券回していきたいと思います。とりあえずね、まず本日はこれを確認していきましょう。リーグ戦、あ、やっぱりね、芳しくないですね。今週も大阪ガンナーズあるで、天意無法の極み、すごいチームや、かっちょいいやん。一定でもうビボロボロやな。なんか大量点で勝ってる試合もあるけれども、なんか大量失点して負けてる、リバプールに負けてるしな。ガンナーズとはね、最終節に当たるみたいです。はい、まあまあまあ、とりあえずそれは置いといて、まあ今やってるイベントですね、こちらワサコレタワー、激闘ワサコレタワー灼熱の陣ということでね、こんな音楽してないや。大体ね、ゲーム、アプリゲームやるときって音消してますからね。こんな音やって知らんかったわ。なんか落ち着く音ですね。とりあえず、ガチャをね、回したいということで。あ、そう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 。その前にですね、お知らせ。フレンド申請してくれてるのはすごいありがたいんですけどね、承認しようとしてもね、フレンド数が上限に達しているため承認できませんでしたとなりますんで、できたらフレンド数をちょっと、空きを作ってきてください。お願いします。ということで、まあやっていきますか。あ、そうそう、ちなみにですね、僕の ID みたいなんてないんかな？どうやったかな？フレンド？違うな。これじゃねえな。チーム設定か。違うな。これでもない。え、自分のやつ、データ引きすぎ？これか。はい、僕の ID ね、6448280、077ということでね。まだちょっと、フレンドの方枠はあるんで、よかったらね、フレンド申請していただいたら、まあ、必ずしも絶対、フレンド登録するというわけではありませんが、よかったら、まあ、申請してみてください。気まぐれで本当に承認しますんで、まあ、枠が空いてるとかね、そういうことで、時には、まあ、積極的にね、どんどんフレンドの子だと増やしてますんで、はい。まあ、やっていきましょう。実はですね、このワサコレ強化キャンプをやってたんですけど、この前のイベントですね、なんか8万 GP、8万 GP じゃない、8万ポイントってね、あったら、ガチャが回せるみたいなこと言うとったんですけどね、なんとね、最後の方でね、サボってしまいましてというか、なんかいつの間にかね、締め切りの時間になってて、77,260でストップしてしまいました。これもきったいっすよね、ほんまに。本当やったらこの8万のこれ回してるはずやったんですけど、回せないんですよ。困った。非常に困った。まあ、しゃあないから。W、これいらんし。動くお化けもいらんしな。ということで、まあこれはね、もうしゃあないんで、もう今更投げても仕方がないので、チームスキル、まあ、これでね、選手、まあ、チームを強化していきたいなと思います。これ以上成長しません。ダメやん。あ、このね、クッサボあたりをね、極みにするために、まあ、こんな感じでトレーニングしていきたいと思います。はい。まあ、残りはね、自分で勝手にやっておきます。しゃあないっすよね。ほんま8番で回したかったんけどな。もうギリギリやんけ、戻ってんけど。もうギリギリのところでほんまに忘れとったからね。はい、まあ、落ち着くわ。和む。はい、それじゃあね。ガチャ券、ガチャ券。あ、違う違う違う。まあ、エナジーボールもだんだんと溜まってきました。嬉しいです。はい。一応、どうやったかな。このワサコレタワーのやつでね、コスト20以上ガチャ券。コスト25以上ガチャ券。これがありますんでね。まあこれをメインに回していきたいと思います。とりあえずね、エクストラスキル C 付き、星3ガチャ券。まあこれとりあえず回して、まずは、手始めに。練習みたいな感じでいきたいと思います。ここは期待したい。はい。星3、いい選手来るかな？うん。マシな。まあ何が重要か言うと、エクストラスキルですね。オフェンスダウン弱。もう一つやった。はい。まあ、ランク上げて、星4ガチャ券。こちら行きたいと思います。星5が来てくれてもええんやけどな。星5が来てくれてもええんやけどな。はい。ダメ。誰だこれ。ヤン・エンビラ。増やさい。ダメだこりゃ。
はい、どんどん回していきましょう。星5の高知県、星3ガチャ券。星3ガチャ券とりあえず回しましょうか。おーおーおー、通信中長いな、今日。今日というか、なんか最近ね、ほんまにわさこれなんか重たいんですよね。僕に問題があるのかもしれないですね。僕に問題があるっておかしいけどね。あれ？遅いな。ほんまに遅いわ。さあ、ここは期待したい。出るのか、出るのか。ダメ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 。誰や、ジェルミー・モレル。コスト12の選手ですね。まあ、次々行きましょう。では、ランク上がりました。NDG タワーガチャ券。こちら行きたいと思います。今やってるイベントで、まあ、NDG の選手とか、かき集めてね、ここまあ、やるみたいなやつあるんですけどね。NDG で果たして、塔を制覇できるのかという。はい、誰や、まあ、あのユーロ2016を制したポルトガル代表から、ラファエル・ゲレイロですね。まあ、どんどん行きましょう。ヘルストラスキル C 付き。このガチャ券めっちゃでも力手に入るよな。そうなのかな？エクストラスキルの C 持ってる選手僕何人かおるんですけどね。で C やからなと思うんだけど、 C もまあ、そこそこ悪くないんやろうと思うん。はい、C。セセニア。ディフェンスダウン弱中盤のやつですね。はい、次行きましょう。コスト15以上ガチャ券。こちら行きたいと思います。コスト15以上やからね、結構出る確率が高いのはやっぱりあの、星4選手ですね。が、出やすいっちゃ出やすい。さあ、ここは期待したい。でも NBS が欲しいな。あー、やっぱり星4。出た、出た、出た、出た。はい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 。おっと？フート、ロベルト・フート。これ、イースト・ミッドランズって書いてあるけど、これレスターシティでしょ。ディフェンスダウンじゃん。あー、もう一つか。次。NDG タワーガチャ、こちら行きたいと思います。まあ、今回のイベントで NDG はね、まあまあもう終わるんですけどね、もうこのイベント。今からちょっと NDG のメンツ組んでっていうのも、バルトラか。ないわけではないけれども、ミキサーかけるかとりあえず。わかった。星さん。あー、ダメやな、星さん。星4。星4から入る。この辺ね。うん。行ってこい。ちょっと一発逆転で星5出てこんかな。さあ、ここは期待したい。出るのか、出るのか。全然ダメ。期待も持てぬか。持てぬよな。ピ。はい、NGF とかだよな。まあまあ行きますか、とりあえずね。どう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 、よし、どうしようかな。まず、星さんガチャ券。コスト15以上ガチャ券。こちら行きましょう。星4以上やな。星4。星4か。ここは期待したい。NDG が欲しい。あかん。来たー！ちなみに NDG 欲しいんやけどな。はい。なかなかね、なんか知ってる選手自体来ないですね。これはなかなか渋いガチャになってますね。ガチャ券。もう頑張って集めたガチャ券言うか。な。はい。コスト20以上ガチャ券。こちら行きたいと思います。コスト20以上ぐらいになってきたらね。ちょっとなかなかいいの当たるんちゃうかなと。なんと、星4。星4は嫌や。お？お？これは？クルトワやねんけど、コスト22やん。なんじゃそれ。なんか最近辛いな。スピードガード中。最近なんか、星4でなんかいい選手やたら出んねんけど、なんか星4がゆえにもう一つみたいなところあるよね。やばいな、ワンクッション置くか、ここは。なぜか。星4ガチャ券。星3ガチャ券。さあ、ここは期待したい。いったー！うん。ラポルト。はい、次。プラス星3ガチャ券。やばいな。さあ、ここは期待したい。出るのか、出るのか。プラス星3ガチャ券。ついてます、でも。はい、次。おーおー、ミキサーかけな、しゃあないな。どうなってんねん。星3結構当たったよな、なんやかんや言いながら。これ、これ、これ、これ。
これ、えいげい、行ってこい。さあ、ここは期待したい。なんか星4ぐらいに上がったレベル。よし、来たー。お、ね、これクロース、トニークロースですよ。あのレアルマドリーノが星4で、コスト24、辛い。なんやこれ、こんな星5ってどんな選手がおんねんっていうね。トニークロースやからね、星5ぐらいあるんちゃうんと思うんですけど。まあまあいいっすわ、そう言ってもしゃあない。もうここに集約しよう、これまでの鬱憤を。ここにぶつける。コスト25以上ガチャ券、こちら回していきたいと思います。はい、一応本日のメインです、いきたいと思います。コスト25以上ガチャ券。さあ、うご、これ素晴らしい、素晴らしい。NTS かな、 NDS。 いけ、あう、どうし、こずれた。もうこれしゃあないけどな。うわ、ディマリア持ってるし、マジでディマリア、あー辛い、ほんまに辛いわ。いやー、しゃあないな。しかしね、今回ね、ディマリア被りましたよ、また。いや、なんかね、めっちゃ被るんすよね、この技、これのガチャ。誰やったかな、結構被った選手おるで。星5でなんかよう被るなーみたいな。これも被ってたんですよね、ラキティッチ。被ってたことあるしね。ほら、これ。ディマリア。なんか知らんけど、お気に入り登録してるけれどもね。できたらもう、この星5でね、回していきたいな、あの、ミキサー。まあ、今ないですけどね。マルキージオとガービとね。この4人と、あと1人いるやん。そうしたら星5。できたら、もう、ラクティッチとかね、使ってないですからね。な、回してもいいと思う。これも星5やったわ。なんや、これ。ポジション別やんか。入手順、コスト順にしようや。星5どこ？あ、これね、ディマリアと、ディマリア、ディマリアと、どこにおる？あ、これね、はい、マルキージオ。そしてもうこのボアテングもね、あの、CL バージョンのボアテングを持ってるんで、正直使えないです。で、カイト、こちらも回したいですね。NDS バージョン？ CL？はいはいはい。まあ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 。こんな感じでね。あ、これですね、ボアテング。コスト34のね、ボアテングなんで。まあ、これはすごいですよね、結構。この辺がね、コスト的にはまあ、優秀ですよね、僕のチームの中では。でも、カルバハルも使いたいんですけど、カルバハルはちょっと、右サイドバックっていうのも、なんか、どのサッカーゲームでもあれなんですけど、サイドバックがなかなか出ない。だからね、必然的には3バックとかなってしまうんですけど、ね、まあ、カルバハル。で、あとはこんな感じですね。ブルーナーです。これ懐かしいな。うん。吉田が一応サイドバックできるみたいな、なぜかわからんけど。吉田をサイドバックで使っていく方向でいこうか。で、442みたいなので組めたらいいかなと思います。まあまあまあ、試行錯誤して、まあ、そこは、やっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ボーク監督でした。おきに。